身長差11センチ、年齢差10歳、両者再起戦です。生き残るのは伊藤正幸か細川バレンタインか、両者分かれました。共に負けられない一戦、まもなくゴングです。メインイベントライト級の10回戦、元 WBO 世界スーパーフェザー級チャンピオン伊藤正幸対元日本スーパーライト級チャンピオン細川バレンタインの一戦です。まずはジャブの差し合いです。バックステップで距離を測っていく細川バレンタインも、ジャブを逃してきます。伊藤も角度を変えながらボディのあたり、緊迫感あふれるジャブの差し合いとなっています。右のストレート。さてこの試合の解説は元世界チャンピオンの2人、濱田剛さんとセレス小林さんです。濱田さん、緊迫感のある試合となりそうですね。まあそうですね、両者ともパンチがあるだけに、最初に右のストレート、まあ今のはちょっと合わせたところありますけどね、最初に打ったら打たれるんじゃないかという気持ちが両方にあるかなと思ったら、やっぱり、伊藤普段よりも積極的ですよね。セレスさん、はい、細川はいきなり出ることはしませんでしたね。そうで、もっと、ね、仕掛けるかと思いましたけどね、やはりその前に伊藤君の、ね、プレスが強いですね。プレス、ミドストレート、はい、ガードの上からでもついていきます。これだけガードの上からついていくの、浜田さん、これ細川からしたら嫌ですか？まあ、やっぱり、先手取られてしまっているというところはありますよね。それと伊藤の場合はもともとですね、町のボクシングが主流だったんですね、ですから打っていって、そして相手が打ってきたところをガチンとやるというのは、まあいい方法でしょうね。ここ右のストレート、序盤から得意の持ち味のその右のストレートをついていきます伊藤正幸です。左のフック。ただ細川バレンタインの体の頑丈さ、また勢い、左のフック、右のオーバーハンド、このあたりは警戒している、そう話していた伊藤正幸です。まあ、ただ細川の勢いといっても、まあ打たんことには勢いも出ないですからね、やっぱりどの状態で打ちに行くかですよね。セルさん、ここまで細川は少しこう何かを分析している、待っているようにも見えるんですが、いかがでしょうか？やはり少し出たいところでさっき右もらいましたから、ちょっと行きにくくなってるのが、なるほど、ありますよね。ただ細川も左のフックを返してきました。伊藤正幸の右のストレート、これが今日は鋭く顔面に飛んでいきます。今日はあの右も流れてませんし、いいですよね。そうですか、はい。ここ最近は相手の出方に、相手の動きに合わせてしまっていた、そう反省していた伊藤正幸です。まあ今日はやっぱり最初に攻めに行ってるというところありますよね。自ら自分がやりたいボクシングをしていきたい、そう話していた伊藤。第1ラウンド再三右のストレートが伸びています。少し細川飛び込みづらくなっているかどうか。右のボディストレート、細川です。ここで第1ラウンドが終了しています。さあ、まずは浜田さん、はい、第1ラウンド伊藤のラウンドといっても過言ではないかもしれませんね。まあ、いい感覚つかみましたよね。それで2ラウンド目からもっと出ていけるんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。細川は、まあ、このまま見てしまっているとそのまま持っていかれますからね、早めにピッチを上げることでしょうね。セレスさん、どう見ましたか？そうです、僕も浜田さんと同じでですね、細川選手すれば行きたいんですけど行けなかった状態なので、なるほど、2ラウンドどんだけ出ていけるかがちょっと鍵になりますよね。2ラウンドの立ち上がり、細川がどう出てくるか、どう修正してくるか。エビストレーナーから声を送られまして、伊藤正幸も立ち上がりました。さあ第2ラウンドです。さあこの第2ラウンド、セレスさん、細川がどう修正してくるかですよね。そうですね、多少パンチをもらってでも中に飛び込まないと自分のパンチは当たらないんですと話していた細川バレンタインです。紫のグローブ、左のジャブをついていく。ただ身長差は11センチ、174センチの伊藤、163センチの細川バレンタインです。ただもう10センチぐらいの身長差は慣れっこですと話していた細川バレンタインです。左のジャブを伸ばしていく、入るスピードさえあればですね、10センチぐらいは大したことないというところも出ますからね。
細川の言葉を借りれば、もう今日の試合は距離よりも速さが大切になる、そんな話もしていました。右のストレート伊藤です。伊藤はペースは掴んできていますよね。セレス、細川の左のガードなどはどうなんでしょうか。少し右のストレートもらっているように見えますが、元々がそれほど、ね、ガードをがっちり固めて戦うというタイプじゃないですから、やりづらさですよね。その一瞬のタイミングで入ってく選手ですから、これが多分細川選手がやりやすい状況なんですよね。そうですね、前回吉野修一郎戦ありましたが、あの試合はガードを上げすぎてしまったと。今日の試合は少しガードを下げてでも勢い、その自分のワイルドさを取り戻したい、そんな話もしていました。細川バレンタインです。勢いを、ね、伊藤選手のこの、まあ、左ですよね、これちょこちょこ打ってるので止めてますよね。浜田さん、練習中もさまざまな角度で伊藤正幸、左のジャブ練習していましたね。なるほど、今日はその状況が見れますよね。左を出しながら、そして相手が入ろうとすると、まあ、左でパッと伸ばすところなんかですね、やっぱり、はい、その左がなんか、細川からするとですね、目の前に左があるから、今もここから右ストレート打ち下ろし、飛び込みにくいということですよね。何かあるとこの左が目の前に来ているという状況でしょうね。セレスさん、振り返れば伊藤正幸は前回の三代戦、はい、あの時は少し相手にジャブをやられてしまった、そんな試合でありましたよね。あの試合本当ちょっとね、ねじ伏せてやろうという気持ちが、ね、強すぎたのか、一パンチを狙いすぎましたよね、はい、今日は本当自然な流れの中で打ってますから、すごいリズムがいいですよね。左も、まあ、メリハリをつけて伸ばしたり、まあ、打ち込んでいったり、さまざまな左を見せて、左ちょこんと当てていきました。これで少し伊藤選手が上下にパンチを打ち明けるようになると、細川選手はちょっと苦しくなりますね。右左フック、まあ今も左ジャブの距離から今度は横から左フック打つわけですからね、はい、今日の左は本当にいい左ですよ、うん、前回伊藤と戦った西野も伊藤選手の左フックは強烈だったと、そんなことを戦後話していました。この右、そして左か、右の打ち下ろし、左フック、コンビネーション、ワン、ツー、スリー、フォー、このコンビネーション、横浜光ジムのエビストレーナーも魅力だと話していました。第2ラウンドが終わっています。お客様が声を出す行為は禁止となっております。現在はお客様が声を出すことはできません。両コーナー下の3名ずつのセコンドのみ声を出す行為認められております。このセコンドの指示する声につられて、元世界チャンピオン伊藤正幸、第1ラウンド第2ラウンドと右ストレート、そして左のフックも見せていきました。対象の選手です。青コーナー側声が聞こえております。浜田さん、このパンチどうご覧になっていますか。あの右のいい打ちを下ろし打ちましたけどね、その前の左がですね、細川からするとなんか 見えづらいということで、戸惑ってしまってるんですよね、はい、ですから細川からすると全体的に攻めに行こうという気持ちは後手にもあってるんですね今は。さあ試合は第3ラウンドです。少しその後手に回っている細川バレンタイン、どう立て直してくるかというこの第3ラウンドになります。ダッキングして体を左右に振って、この伊藤の左をかいくぐりたい細川バレンタインです。まあ、かいくぐって打とうということ自体がこの試合に関してはもう5点になってますね。なるほど、まず伊藤が打つ前に先に打っていくという切り替えをしなきゃいかんですね。なるほど、確かにその意味での先手といいますと伊藤がパンチをついていきます。まあ、左、この左ですね、もともと伊藤選手そこにカウンターがうまいですから、まあ、強引に入ったところにカウンターを狙われているという意識もあるんでしょうね。なるほど、ですから細川も飛び込みづらい、余計入れにくくなっている状況ですよね。軽く左のフックを振りました。右でストレート打ち下ろし、タイミングが、ね、この中に入った、もう一度右、今いいの決めましたよ、細川いいの決めましたよ、左軽く左打って細川も耐えられるか、左のボディ、ここで下をついてきました。あのボディを打たれると今度苦しくなりますよ。セレスさん、上下と再三おっしゃってました、左から右の打ち下ろし、左がいい感覚で、出しておいて、そして、細川この左どうにかならんかなと思っているときは右が上から打ち落としですからね、いい流れ作ってますね。まあ、細川選手すればちょっとペースを逃げられてますから、はい、もう相打ち気味でもいいんで、あのパンチをね、打ちながら入りたいですね。打ちながら入る、はい、ここも中に入っていって左フック振っていきましたが、伊藤も返していきます。
ただ細川バレンタインも体の強さがあります。まあ、直近のテクニカルノックアウト負け目を見ても2013年8年前まで遡るという体の強さがありますが、ここは伊藤が左をついていく。今日はいいの食ってますよ。細川選手もね、それほどまともにパンチをもらう選手じゃないですからね。細川も、まあ、4回戦の頃、まあ、ほぼ効いてないと言っていましたが、ダウンは一度あったんですが、ノックアウト負けは一度もないという、まあ、ディフェンス面でも定評がある伊藤正幸、まあ、そして細川バレンタインの右、ノーモーションで右です。この右が今日はタイミングいいですよね。左だけではなく右も飛んできます。この左が少し手数が増えてくるか。はい、多彩と言っていいですね。なかなか細川も避けきれないですね。左ですから避けてからというふうに考えているとこの流れ変わらんですよね。なるほど。ですからセレスさんももう打ちながらでもというところなんですね。そうですね。あの離れた距離からでもあの入っていけばいいんですね。打って入っていけばいいんですね。そうなんですよね。ここ右カウンター気味に右のストレート。伊藤選手目がいいですから、はい、あの一発のパンチで当たらないんですよ。それを打っていっていかに次のパンチも前に出ながら打つかですよね。細川選手は左のボディー、もう一度左ボディ、少し体勢を崩しました。第3ラウンドも残りわずか、左のフック、鋭い左のジャブ、ここで第3ラウンド終了しています。赤コーナー伊藤選手、左目の上、右目の上。この試合距離よりも速さが大切になる、そう話していた細川バレンタインです。自分はアジリティ、体全体の速さ、一方の伊藤選手は反応の速さ、そんな速さの違いを話していた細川バレンタインですが、次が第4ラウンド、ここから細川バレンタイン、戦前も話していましたが、もらいながらでもパンチを打ちながら中に飛び込むことができるかどうか。伊藤選手を巨大な山、そう表現しました細川バレンタイン。さあ試合は第4ラウンドに入ります。グローブを合わせました。さあ浜田さん、もう今日の試合はもう伊藤ペースですが、細川としてはなんとかここでまた切り替えていきたいところですよね。打たれて入る、打たしながら入るんじゃなくてですね、離れてくるからもう打って入っていけばいいんですね。はい、まあ、それは先ほどは空振りしたところ返されましたけどね、空振りして次のパンチが打てる状況で入っていけばいいんですね。ここも少しバックステップになっていきまして、なかなか中に飛ぶことが、いいパンチ打ってますよ。伊藤選手リズム乗ってきましたね。まあ、ここまでの伊藤選手、この試合に関して言えばもうやりたいこと全部できてますから。あ、そうですか。リズム乗りますよね。伊藤も前回の試合の悔しさがありますが、細川右のフック、いいですよ今みたいにね。ただ伊藤正幸もインファイトには定評があります。あの世界を取りましたディアス戦、まああいった試合でも横浜光ジム石井会長、接近戦も強いですよと伊藤について話していました。さあ細川はこの左打ちながらでも左を伸ばして中に入っていきたい。ただこの右が待っています。伊藤の右、そして左が伸びてくる。ここで距離を潰していきたいところ、細川バレンタイン。少し細川の顔も赤く腫れてきたでしょうか。中に入ってくる。今ワンツーのボディ打ちに行きましたけどね、ええ、その後もう一回返せばいいんですね、うん、もう一度なんですね。そうです、はい、細川も中に入りまして、さらに行けるかどうか。ここからもう一度ですね、ガードを固めていくの伊藤、右を止めまして左、左のジャブ。ただ浜田さん、今日は本当にあの伊藤の体のバランスがいいんじゃないですか。そうですね、まあ、右から左、そして、左から右、スムーズに流れ作れていますよね。セレスさん、細川が前に来てもステップバックして全く体勢が崩れないように見えるんですが、ね、前回の試合ちょっと状態が、ね、突っ込んでしまった部分があるんですけど、今日は全くそれが見られないですよね。後ろ戦はそのジャブに反応、体を反応して次のパンチが出せない体勢になってしまっていたと西井会長も話していました。ね、次のパンチが出せない体勢、今日はですね、右打ったら左、左打ったら右、まあ、常に出せる状況ありますよね。はい、右、右のストレート、
ここも細かい連打でこのコンビネーション、うん、その魅力があります伊藤正幸。なかなか伊藤正幸の牙城を崩すことができないか細川バレンタイン。第4ラウンドも残りわずか、まあ、最初の 2,3 発じゃやっぱり崩れないですよね、数打たなきゃいかんですね、うん、この後もセコンドからどういった指示があるか。3、4、5と続けていけるか細川バレンタイン。第4ラウンドが終了しています。さあここまで主導権を握っています伊藤正幸です。浜田さん、細川バレンタイン、なかなかまあダウンがない打たれ強い選手なんですが、この展開になってきますと、もしかすると伊藤のノックアウト勝ちというのもあるかもしれませんね。可能性ありますよ、まあ、あのいいパンチ、打たれてますからね、それと、伊藤がどの時点で数をもっと出していくかでしょうね。なるほど、数という部分なんですね。そうですね、今いいパンチや入ってますから、打っては離れ、打っては離れという感じの流れ作れてますからね、打ってもう一回打ち込むというパンチだとやっぱり効いてきますからね。メインイベントライト級の10回戦第5ラウンドに入りました。この後の展望というところではセレスさんもいかがですか。そうです、まあ、この試合、まあ、展開今までのもう伊藤選手の展開なので、細川選手すればなんとかね入り込んで打ちたいところなんですけど、それができてませんから、はい、伊藤選手すればやはり、ね、ライト級でも、ね、伊藤だって見せたいのであればここからもう一つね、まあ、アップしてですね、パンチをまとめていきたいところですよね。なるほど、伊藤自身は今日の試合判定勝利でも1ポイント差でもとにかく勝てればいいという話もしていましたが、セレさん、再びまた世界を目指していく30歳ということですからね。そうですね、伊藤正幸左のジャブ。このような展開になっても左のジャブから、まあ、その自分のパンチが当たる距離、ミートをする距離、そこに持っていけるかどうか伊藤正幸です。まあ、この試合に向けては様々なジャブ、また相手の状態を起こすアッパーも練習してきました伊藤正幸です。このラウンドは結構数多く出てきましたよ。確かに手数が変わってきました、増えてきました伊藤正幸です。逆にね、細川先生のパンチが増えないといけないんですけどね。なるほど、はい、細川バレンタインもこれがプロ37戦目、40歳です。その経験の引き出しから何を左のボディ、伊藤です。何をチョイスできるかという細川バレンタイン、なかなか細川のワイルドさ、そのプレッシャーの強さ、伊藤を前にして見せることができません。第5ラウンドです。左から右、ミルストレート、左フック、ガードが低いところうまく狙って打ってますよね。クリンチワークになりまして、細川としては少しこういったところから何か、クリンチの状況でもですね、伊藤調子いいんでですね、はい、右ミルストレートがやっぱりパワー出ますよね。そうですか、はい、むしろ細川の方が打たれたくないがために、まあしっかりと掴み切ってると、掴んでるという感じはしますけどね。なるほど、このクリンチワークでも分があるというこの伊藤正幸です。状態を入れ替えて離れ際、左のジャブ、やっぱ左がいいですよね。三代戦ではこのメリハリの効いた左、右のストレート、左がなかなか出ませんでしたが伊藤正幸、そこを横浜光ジム恵比寿智弘トレーナーと修正してきました。元日本ミドル、左フック、伊藤の左フック、そしてサイドアップは右のフック、少し細川の動きが止まったか、残り10秒です。今のは完全にノーガードですからね。接近戦で右も当たりました。ワンツースリーの組ですよ今。コンビネーションまとめていきました伊藤正幸。第5ラウンド前半が終わっています。ライト級の10回戦です。何度もこのような話で恐縮ですが、声を出す行為両方の下の3名ずつのセコンド以外は認められておりません。関係者も含めて声を出すことはできません。両方の下の3名ずつのセコンドのみです。このようなアナウンスを繰り返すことで、せっかくのリング上の熱戦が興ざめしてしまう。さあこの伊藤正幸の左のフック、
何卒お客様は力みなしにスムーズにワンツースリー出ましたね。その後もやっぱり攻める姿勢があるから、まあ6回目、まあ半分過ぎましたからね、はい、もっとピッチが上がるんじゃないか思いますよね。そして伊藤には恵比寿智弘トレーナーがアドバイスを送っています。3ヶ月を通して伊藤を見てきましたエビストレーナーです。さあ後半戦第6ラウンドに入りました。先ほどはいい左フックも当てました伊藤正幸です。パンチを出しながら被弾しながらでも中に飛び込んでいきたい細川バレンタインです。上体を左に振って右ロック打ち下ろし細川バレンタイン。1回の攻撃ではなかなか伊藤選手にパンチを当てられませんから、1回攻撃してそこからもう1回どうやっていけるかですよね。ここで中に、はい、なかなかこの元世界チャンピオンの伊藤相手に細川は本領発揮とはなっていない今日の試合です。まあ攻撃しやすい状況で打ちやすい状況でということでガードを下げているでしょうけどね、はい、右右ラッパー、そして右のストレート、ガード下げているのが裏目に出てますね、まあ、セレスさんガード下げていて、はい、手が出るんであればいいんですけどね、はい、なかなか出てないですからね。浜田さんおっしゃる通り一発当ててからのその畳みかけコンビネーション伊藤今日素晴らしいですね。今日はやっぱり、スムーズに手が出てますよね、まあ、本当に集中してるなって感じしますよね。そうですか、両者再起戦です。今日の試合絶対に敗れることはできない、そう話していた伊藤正幸、そして絶対勝つ、そう話していた細川バレンタインです。中盤あたりからボディにもつくようになってきまして、うん、伊藤正幸左のジャブ、右を見せ、右のストレート、そして左のフック、右のボディから右顔面へ、上下への打ち明けも見せていきます伊藤正幸です。今もね、右を打った後に最後にずれて打つあたりはやっぱ本当にうまいですね。なるほど、はい、少しずれてるわけなんですね、はい、やっぱり前半よりも手数は多くなってきましたよ、はい、まあ、ワンポイント差でも勝ちたいという気持ちで上がったのは事実でしょうけどね、この流れだとやっぱりダウンも取りたくなるでしょう、右のストレート、キレのある右のストレートを伸ばしていきます。ただ細川バレンタインの左のフック、そして右のオーバーハンド、飛び込んでくる右のオーバーハンドを警戒していました伊藤正幸です。下がっていくところ右、ここも右だ、まともですよね、体が少し横になったところ、右打ち込んでいきました伊藤正幸、そして右ナッパー、今度は打ち下ろし、このようにクリンチワークになりましても状態入れ替えましてコツンコツンとパンチを当てていきます左フック、まあ、クリンチの時でもですね、体勢が伊藤選手の方がいいんですよね。そうなんですね、小坂選手の方がまあ後ろに反っているのでスタミナもそがれますよね。ああそうですか、第6ラウンドも残りわずか、左のジャブ、左、いやいいパンチですね、これも左ストレートのようなジャブです、左フック、もう一度左、サイドフック、あっとパンチ全部当たるという感じですよね。ここも耐え切っているのは細川ですが、まとめていきました伊藤正幸。改めて本日の規制退場についてご案内申し上げます。この試合終了後、お客様がお出口に密集することを避けるため本日も規制退場を実施させていただきます。試合終了の5分と同時に試合を優位に進めています伊藤正幸です。させていただきます、ご理解ご協力をお願い申し上げます。右そして左、特に先ほどの第6ラウンド終盤にも畳みかけていくそのシーンがありました伊藤正幸です。声をかける恵比寿智弘トレーナーです。前回伊藤敗れた時、やめるのは簡単なんだよ、そう伊藤に伝えました。伊藤はその言葉を聞いて再び立ち上がってこのリングに戻ってきました。まさに絶望の淵から戻ってきました伊藤正幸です。残すラウンドは7、8、9、10、4つとなりました。さあ第7ラウンドです。さあ左のジャブ差し合いとなりますが、ここは細川バレンタイン手数を出していきたいところ、左、左のジャブ、ね、細川サイドのセコンドからは指示あったと思いますよね、はい、まあ、6ラウンドまでほとんど取られているでしょうから、勝つためには最低でもこのラウンドからダッシュしなければいけない、攻めなきゃいけないということの指示はあったと思いますよ、
多分ここまではほぼフルマークでしょうからね。そうですか、はい、そのフルマークを打開するためには一つダウンというのも細川に求められるかもしれません。ただ今日の伊藤正幸、体が切れています。伊藤選手といえば打つパンチ全部当たってますから、まあ、本人の中でやっぱりダウン、ね、奪いたい気持ちは出ますよね。ここまでセレスさん、細川のダメージはどう見ますか。いや、あれだけもらってればあると思いますよ。そうですか、はい、浜田さんもいかがでしょうか。いや、 やっぱりまともに食ってますからね、それで、後半行きながら数も打たれつつありますからね、少し前のディスティノジャパンとの試合でも細川バレンタイン倒し倒されもう一度倒し切ったという試合もありました。まあ、それだけ体の頑丈さを持ち合わせているという細川バレンタインです。左のジャブを伸ばしていく。まあ、細川からしてもまだ体力残っているうちに勝負は した方がいいですね。確かに後半になるにつれて再び伊藤ペースになってくるかもしれません。左のジャブ、ここも体をつけまして、ただこうなりますとセレスさんからもご指摘ありましたが、細川が少しダメージを、まあ、スタミナを消耗していくのではないかというこのクリンチワークの攻防です。クリンチ際にね、細川選手は本当は打っていきたいんですけど、打たせてもらえてないですからね、ここでジャブを細川伸ばしていきますが、バックステップそしてカウンターも合わせられる伊藤正幸です。まあ、もともとは待ってのボクシングが好きだった伊藤ですからね、今よく攻めてますよね。そして相手が出てきたところ右、まあ、ですが相手が出てくると待ってましたという状況。右ミルク、左ミルク、サイロック打っていった。ただ細川も倒れない。細川いいの食ってますよ、今は強烈な左右のフックでした。左のジャブ、街のボクシングから海外に出てインファイトを覚えて両方ができるボクサーになりました伊藤正幸です。ここワンツースリーコンビネーション、右のボディから右のフック、もう一度リズムを作りたい細川バレンタインですが、そうさせません伊藤正幸です。第7ラウンドが終了しています。ただ細川バレンタインもディフェンス面には定評があります。直近のテクニカルノックアウト負けというのは2013年の東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ、韓国でキム・ミヌクに喫したものというところで、まあ、どんなに劣勢になっても倒れない最後まで立ちはだかるというのがこの細川バレンタインです。一発の重さがまだ残っているかどうか。さあ試合は第8ラウンドに入ります。さあ後楽園ホール大きな拍手に包まれました。細川もポイントの行方は理解しているでしょう。どう打開していくかこの第8ラウンドです。まあ、ガード下げると、まあ、打ちやすいんだと、いうことではありますが、右のストレート今日のは、まあ、なかなか打てない、そして打たれやすい状況にありますよね。ここもガードを下げて左のジャブ細川出していきますが、さまざまな細かいフェイント、左のフックコンビネーションを見せます伊藤です。ハンドスピードにちょっと、ね、ついていけてない感じですよね。ガードが追いついてないですよね。飛び込んでいきますが伊藤も距離を置く、寄ってきてもバックステップ状態がぶれません伊藤正幸。ここでカウンターを狙っている。先ほども伊藤の強烈な左右のフックがありまして、確実にダメージは蓄積されているでしょう。細川バレンタイン右、そして左フック、もう一度右、右から左、最後連打になる、細川立てない、さあ細川もこらえる、細川こらえる、バレンタインこらえる。ここで難攻不落のバレンタインからノックアウト勝利を収めるのか伊藤、返せる状態じゃないと右、ここでレフェリーストップ。テクニカルノックアウト勝利、伊藤正幸引退をも考えた絶望の淵から這い上がりました。元世界チャンピオン完勝、
充実した表情を浮かべています伊藤正幸です。本人たちに、追い詰められた状況があったでしょうけどね、今日の内容はそこを突破して、最終的には爆発力もあった内容だと言っていいでしょうね。いや、敗れた細川バレンタインも今悔しさをあらわにしています。レフェリー中村克彦がこの試合をストップしたテクニカルノックアウトタイムは8ラウンド1分17秒8ラウンド1分17秒、 TKO 勝ちによりレフェリーストップ、テクニカルノックアウト勝利、赤コーナー伊藤正幸、ザ・ジャッジ正幸。いや、セレスさん、細川がというより本当に今日は伊藤選手が、伊藤が強かったですね。いや、今日は本当にやりたいことを全部できたんじゃないですかね。いや、素晴らしい出来でしたね。